新日本プロレスのミスターこと永田寛が6日、千葉・東金で地元凱旋工業を開催した。メインで健在ぶりを証明した試合後は、選手としてのみならずプロモーター、スカウト担当として今後の野望を激白。プロレス天候がささやかれる、柔道男子100キロ級で2021年東京五輪金メダルのウルフアロン、28パーク24にラブコールを送ると同時に、 その素質を大絶賛した。写真、殿下の宝刀、白飯式ワン固めを披露した永田。永田はレスリング生活40周年記念大会のメインで DDT の秋山潤とタッグを結成し、ノアの塩崎号小峠淳と対戦。岩石落とし固めで塩崎から3カウントを奪った。大会後に取材に応じ、まだまだいけるなと思いましたよ。手応え。 バッチリですよと満足げな表情今後の目標についてはまずは YouTube 登録者数10万人を目指して選手としては自分の状態を維持それ以上のものにするように日々努力していついつお声がかかってもいけるようにって感じだねプロモーターとしても千葉県内いくつかまたやりたいと思ってますよとさまざまな顔を持つミスターらしい発言を繰り出した これまでも力を注いできた人材発掘面では、柔道界からウルフの動向が話題となっている。9月に YouTube、長田博士のゼア、チャンネルに出演した際には、プロレスをやりたい気持ちはあります、と前向きな発言をしたばかりだ。ウルフは来年6月の全日本。